一時停止を怠った高校生の末路。俺は高校3年生のカイチェル。毎日自転車登校をしている。今日から期末テストがあるのに寝坊してしまった。なんでこんな大事な日に急げー。踏切の音が鳴り、遮断機が少し折りかけたところをギリギリ通過した。危ねー。君止まって、今踏切の遮断機折れてたよね。これ違反だから。すいません、急いでいるので許してください。次はしませんから。いやいや、そんなの許されないよ。急いでいてもルールはちゃんと守らないと。これ赤切符、これを裁判所に持ってってね。あと自転車講習も受けないといけないよ。え、マジっすか。そして努力義務だけど、ヘルメットも着用してね。自転車事故で重傷を負う約7割の人は頭部へのダメージによるものだから、格好悪いかもしれないけど自分の命は自分で守ろうね。は、はい、もう行っていいですか。急ぐのもいいけど、少々遅れるか命を取るかは考えてみてね。では。え、消えた、なんで。遮断機の下を見てみると、そこには綺麗な花束が置かれていた。やべ、急がないと。カイチェル、残念だったな。もう1個目の古典のテストは受けられないぞ。せいぜい追試して頑張れよな。そんな。こうして俺はテストも受けることができなかった。ただ今日は普通に生きていることは本当に幸せなことなんだと噛み締めた一日だった。